感動してさ、みんな泣いてたのよ。本当面白くない？ごめんね、笑っちゃった。大丈夫か？おい、高橋大丈夫か？おい高橋、大丈夫か？おい誰か先生呼んできて、 AED も必要かも。ダメだ。誰か来て。どうした？仰向けにしてるよ。せーの。息してない。誰か。はい。いいです。二、三、四、目隠しお願い。六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四。胸骨圧迫のポイント、胸の真ん中を圧迫、強く早く絶え間なく。圧迫と圧迫の間は胸がしっかり元の高さに戻るまで十分に力を抜く。電極パッドは胸の右上および胸の左下側の位置に貼り付けます。電極パッドを貼り付ける際にも可能であれば胸骨圧迫を継続してください。電極パッドを貼り付けると体に触れないでくださいなどと音声メッセージが流れ、自動的に心電図の解析が始まります。この時 AED の操作者は皆さん離れてと注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認します。緊急隊突撃しました。お願いします。はい、AED はもう1回使いました。あ、わかりました。この方を担架に乗せるのでちょっと手伝ってもらっても大丈夫ですか？せーの。見て見ぬふりしないで勇気出して助けよう。